はい、ではファンレッチェさん見ていきましょう。はい、パタゴニアとかいろんなものがあります。メリメリランド。まずはじゃあこちらパタゴニアから見ていきましょうかね。はい、ハイエースベースの後ろを仮装しているタイプのキャブコーンです。ハイエースだからね、ちょっと重心が下なのもね特徴になっています。でしっかりのあの前が出ていて、バンクベッドがね大きいのがここから見ても分かりますね。で前にロゴがありまして、ここはね本当かっこいいハイエースのフェイスになっています。で横回ってきますと、こちら側にすごく大きな窓がついてます。これはねもう中のリビング絶対広いでしょうっていう感じの窓がついてます。で上のバンクにもちゃんとね窓ついてるのでいいなっていう感じがしますね。はい、そしてこちらマルチルーム、マルチルームがついてます。これリアエントランス、後ろからね乗っかるタイプなので、だいたいここにマルチルームが来ること多いですね。はい、はい、そして今閉まってますが、これねパカンって開くんですよ。そうするとここダンパー式でこう勝手に上がってくれるようなものになっています。そしたらこちらがですねファンルーチェさんのパタゴニアです。乗車定員が6名、就寝定員が4名、全長 5.2m、幅が 2.1m、高さが 2.8m です。列車両がハイエーススーパー GL ガソリンで走ります。お値段が977万円です。はい、はい、ということでこちらねあれですね、ちょっと靴でタタタッと行けちゃうようになってますね。これも嬉しい。はい、で入ってすぐのところ、こちらがですね、はい、水の給排水タンクが置いてあります。はい、で反対側も開けられるようになっています。こんな感じでね、はい、棚になっていますので、うん、ちょっとね収納ができますね。で後ろ側にはちゃんと窓がついていて、その上に家庭用のエアコン来てますよ。あとここもすごい変わったかも、スイッチがすごい綺麗。あ、家庭用っぽくていいですね。でこちら先ほど見たマルチルームが、はい、あります。だからここはね土足でマルチルームまで行けるような感じになってますね。そうそれがいいですよね。あ、どうします、じゃあこちらから。はい、こちら上からいいでしょうか。ちゃんともうかかってますね。こんな感じでハンガー入れてここにお洋服かけられるようになっています。大きな収納。そしてこちらがね冷蔵庫です。これ確かに両開きだったんじゃないかな。はい、はい、こちらからも開けられますし、反対側からも便利。そう、そして、ね、結構大きくってしっかりいろんなものを入れられる容量があります。嬉しいです。同時に開くとパカッと外れるんですか。じゃあそうなの。それはないっすなんやねん。いやマジでやろうとしたよねやってみないと分かんないじゃないですか。はい、ということでこちら上が換気扇ついてて、しかもねライトついてるから明るいんですよ、この下が、うん、めちゃめちゃ嬉しい。で大きめのシンク、そして、ね、ちょっとしたあのものを入れるようなね小物ボックスもついています。でここさっきのシンクですよね。はい、あ、そうかそうか、どっちからもアクセスができるようになってるんですね。でその下に 100V の電源2個ついてます。でそのお隣が、はい、こんな感じで結構ねしっかり収納があってかなり嬉しいです。はい、はい、そしてこれ今拡張されてますね、うん、こういう状態で止まってボタンがあるのでここでパタンって止められるんですけど、これ開いてあげるとここまで、はあ、結構長くないですか。長いですね。嬉しい。料理する人にとっては嬉しいね。嬉しいですね。でこちらに結構大きめのね収納が 1,2,3 とついていて、しかもちょっと反っててね、あの圧迫感を軽減してくれてます。表面がキラキラってキラキラですね。で上は今ベンチレーターが回っている周りにライトが4つついていて、さらにその奥に間接照明まで取り付けてあります。でこちらが、うん、何字型、 L 字型ですね。 L 字型ですね。とてもね広めのソファーになってます、うん、これいいな。そこで寝れそうですね。寝れちゃいますよ。はい、やった、横に余裕で寝れてしまいます。165センチでも
ちょうどいいぐらいの。もう一回165センチのところ。はい、165センチでもねちょうどいいぐらい、足がちょっと余るかなぐらいの感じで余裕で寝ることができます。ご飯食べたら寝れちゃいます。はい、ね、囲めるっていうのもいいですね。そちらに2席あってぐるっと囲めてしまいます。窓も広いよね。はい、こちらの窓が特に広くって開放感溢れてます、うん、でその上にはしっかりまた物入れがありまして、でこちらにもねちょっとした物入れがあるので結構ね収納も充実してます。で今ね上げてありますけど、ここにカーテンがねこうあるので夜もかなりあの自分のプライベート空間としてこちら側のねベッド使うことができます。でこれまたバンクベッドよいしょ引き出してと出てきますね、はあ、上げてそうすると簡単にあの奥のやつが、うん、よいしょ、はい、もうこれで簡単にできました。で上にラダーが置いてあるのでこのラダーでね登っていってそして、寝ることができるんですが、大人3人が余裕で、うん、3人寝れるぐらいね大きい広いところです。で起きました、で降りてきました、でラダー上げます、でまたこれをどすこい、これだけでいいんですよ。これがすごい簡単でめっちゃ便利なんです。ちゃんとねこのマットのところがこう斜めに切ってあるんですよ、斜めに。だからちゃんとスッてスッていきます。ちゃんとそこまで計算されてますよ、はい、ということです。そうです。みるみるランド、はい、こちらファンヌーチさんとセレンゲティ拝見していこうと思います。はい、こちらもですねハイエースの後ろを仮装しているキャブコンでございます。こちらセレンゲティ525です。あ、この下かっこいいですね。これちょっと履き替えていて、はい、おしゃれになってますね。タイヤがすごい大きくなっててかっこいいですね。ホイールのところもかっこいいし、でこちらはセレンゲティなのでやっぱりねヘッドがしっかり出てて、ベッドがバンクベッドがね大きいんだろうなっていうことが分かります。はい、そしてここ外部電源ね、はい、抜き忘れしないためにそうですね、ここの位置につけてる。はい、そしてねこの広い窓、この広い窓のおかげで中明るく過ごせそうです。でこちら側に、室外機置いてあって、こちらの方に置いてあるのはやっぱり室外機をねいい状態で保つために置いてあります。そしてラゲッジルームですね、はい、後ろに回ってきたらこんな感じで開いてます。広いラゲッジルームですね。でダンパーがついてるのですごいね、わかりますこの、はい、この軽やかさ嬉しいです。でベッドがねウッドスプリングになってます。うん、はい、で2段ベッドになっていますね。で中からもちゃんとアクセスができるようになっています。はいはい、こちらセレンゲティ525、乗車定員が7名、就寝定員が大人5名と子ども2名です。全長 5.2 メートル、幅が 2.1 メートル、高さが 2.8 メートルです。名車両がハイエーススーパー GL ガソリンで走ります。お値段が974万円です。はい、はい、ということで中入っていきましょう。でこのセレンゲティもそうなんですけど見てください、この間接照明がねすごく素敵です。でこちらのお車なんですが、やっぱり入り口はねちょっとハイエースなので下にあります。で上に上がってくるとすぐのところにリビングルーム、そして奥にベッドとキッチンがあります。はあ、ちょっとね広めのベッドになってます。でねこちら広い広い、ね、ウッドスプリングだからすごい寝心地いいんですよ。そして窓もちゃんと1個ずつあります。でねちゃんと光もあのライトがねあのこちら側にどちらもついているので、これもねすごく明るく過ごせていいポイントですですね。はい、特に跳ね上がったりはしません。はい、でこちらがキッチンのスペースになってきます。では上から行きましょう。はい、こちら感じですね。家庭用の温める電子レンジ、そしてこちらが収納です。あ、でね、ここにはダクトが多分通ってて、ここにね、換気扇がついていて、ライトも明るくついています。で、こちらに分けて入れられるような棚と、そしてもう一箇所、こっちですね。はい、こんな感じで棚があって、いっぱいいろいろ積み込めます。で、こんな感じでね、ちょっとしたものを入れるような場所と、そしてお気に入りのシンク。で、こちらも広く使えます。で、冷蔵庫がこんな感じですね。何リットルかちょっと分からないんですけど40リッターぐらいありそうな大きめの冷蔵庫ですね。で
このさらに下が、はい、こんな感じでシンクの給排水タンクが入っています。でその下にはですね電源来てますので、これとかね沸かす時にも使えるようになっています。はい、でこちら側なんと頭のヘッドレストを倒してあげると拡張されて、さらに作業台がパワーアップしちゃいます。いいですね。しかもそこもねまた明るく使える。で反対側にはマルチルームがあります。こんな感じですね。上はねちゃんと換気できるようになっていて、電気もつくようになっています。下が防水になっています。はい、トイレにしてもいいですね。こちら側来ました。すごく、ね、広いリビングスペースです。この机も結構かなり大きいです。でここのねレールのところ自由に移動できるので、そういったことも自由になっています。でこちら上の方にやっぱり、なんだボックス、収納ボックスと、こちらはちょっと出てる感じのねタイプの収納になっています。で反対側に、あやったダイキンの家庭用エアコンがついてる。めちゃめちゃ涼しく過ごせるじゃないですか。パワーアップしてますね。でここボックスルームそこが広いですね、うん、しやすいですね、うん、で何気にちょっと拡張されてるから、こう足伸ばせるのもいいですね、うん、でここのベッドなんですけれども、ここもね簡単にシュ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 ッと片手で引っ張ってきてあげて、これ行けるところまで行ったらこれでもう完了です、はい、でここの今ラダー後ろの方にあるんであれなんですけど、ラダーでここに登って、寝ることができます。でねマットがこう斜めにカットされているので、起きてきたらこれをまたシュ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 ッと押すだけで簡単に、はい、マットが自然と収納してくれます。これがね手間がなくてすごく楽でいいです、うん、はい、みるみるランド、はい、こちらウラルエイジャーを拝見していきたいと思います。こちらの車両もハイエースベースのキャブコン、後ろがね仮装されているタイプなんですが、このねバンクベッドがないのが特徴です。ただねしっかり盛り上がってはきているので、そちらをですね収納として使えるようになっています。で窓がありまして、後ろがですね室外機ついております。ウラルエイジャーは、セレンギティとかと比べるとコンパクトですね。そうコンパクトにできてますね。全体的にとてもコンパクトです。ここがそしてガバッと開いてね、これはねすごく大きな特徴ですね、うん、ラゲッジルームが。で中からももちろんアクセスできるのと、こちらに給排水タンクが置いてあります。でキッチンはね中にあるんですが、ここだとねとてもアクセスがいいというのが特徴になっています。はい、そしてこちらウラルエイジャーです。乗車定員が6名、就寝定員が大人2名、子供2名です。全長 4.8 メートル、幅が 1.9 メートル、高さが 2.6 メートルです。別車両がハイエースロングバン GL パッケージです。お値段が838万円です。はい、はい。でね、あとこのファンレッチェさん全体的にそうなんですけど、しっかりねこのフレームが入っているので、しっかりしてますよ、安全性もとてもいいですよっていうのが、見えないところの安心感につながっています。では行ってみましょう。はい、こちらもですね下がね明るくなっている間接照明が入ってます。ステップから嬉しい。あ、やっぱりコンパクトなんですけど、うん、全体がつながっているから結構ね広く感じるんですよ。そうね、そうマルチルームとか、ね、マルチルームがないので、ここがね全部つながっててドーンってなってるので、うん、非常にね開放感があります。いい感じでまとまってる、うんうん、で奥にこちらねちゃんとダイキンのエアコン入ってますので、かなり涼しく過ごせるのと、あと両サイドに棚がねこんな感じで、はい、あります。これもね嬉しいですね。はい、でね確かにここそうそう、ここねこうやって簡単に抜いていくことができるんですよ。なのでこのね荷室、もともとハイエースって荷室が大きいんですけど、さらにこの拡張したね荷室をしっかり有効活用できるようになっています。でこれも簡単にこうよいしょ、はい、ポンと入れてあげるだけでもう簡単に元のベッドになります。こちらにベッドサイズ書いてありました。後ろの方のベッドが、1820で、長さ、あ、違う、幅が1200ですね。でこちらのダイネットの方を展開すると、長さが1600に
25、そしてワイドが950になります。だからこちらに子供さんで大人がこっちって感じですかね。そうですね、うんうん、はあ、キッチン、はい、キッチン、キッチン行きます。シンクでタンクはね、さっき見た通り後ろにありました。なのでここはなんと全部収納になってるんですよ。これ嬉しいですよね。絶対すぐに使いたいものをここに置きたいのに、ちゃんとタンクが後ろにあって、しかもタンクはタンクでアクセスがいい。そしてこちらが冷蔵庫です。いい感じですね。こちら40リットルぐらいありそうな広い冷蔵庫です。でこちらシンク明るいので作業もしやすいですし、上にじゃじゃんと結構深めのね収納があるので、もう入れたい放題できます。でこちら側が、はい、リビングスペースで、本当に窓がギリギリまであるような大きな窓なので開放感があります。でこのサイズ感にしては大きな、ね、机があるので、作業をするのにも何か食べたりするのにも非常に、ね、置きやすくてゆったりくつろげる空間になっています。でこちらの上にも2つ収納がありまして、よいしょ、お、はい、こんな感じでね、大きいのが2つもついています。このね、表面がすごいツルツルしててキラキラしてて綺麗です。でこちら側拝見しますと、大きな、ね、収納のスペースになってます。はい、上部に約長さが 1.72 メートルのところで、ワイドが930の、奥行きですね、あるような収納スペースになってます。バンクベッドではなくて収納スペースだよ。そうそうそう、収納スペースってことですね。あ、で今ちょうど回ってますが、ファンがねあるので、これで空気の、空気の入れたり出したりができるようになってます。お薬もこうしやすくなってます ね。特に助手席倒してあげると簡単にできるようになってますね、うん、みるみるランド、寄せ見て拝見していきましょう。こちらはカムロードベースのキャブコンです。はい、そしてね、このキャブコン、バンクベッドがついているんですけど出てないんですよね、前に。あの、そうだね、バンコンが普通ね、こっちとか見てもらったら分かるかな。あ、どっち、後ろ、後ろ、うん、あ、そうですね、後ろの、はい、車両を見てもらうと分かると思うんですけど、イグアスかな、あちらはね、あの前に出てるんですが、それがありません、はい、それもね、すごい大きな特徴だと思います、ヨセミテので、2021最適を求めてということで書かれてます。で後ろ拝見して、あそこ行きますよ、後ろにね大きなラゲージルームがついてます。この上がダブルベッドになってるのかなと思います。でアクセスも中からと外から2箇所がねできるようになってますので、それもすごくグッドポイントだと思います。でこちら室外機がありまして、その下はこんな感じで収納のスペースもあるんですね。で後ろにも、窓がついていて、ここ多分マルチスペースかなと思います。窓ついています。でこちらがリビングスペースになってるみたいです。で上のベッドスペースに、バンクスペースにもちゃんと窓ついてます。だから結構ね窓多くついてて嬉しいですね。であとこちらファンルーチェさん の安全予防という、危険予防、安全なように電気の取り忘れがないようにあそこの場所についています。さんの寄せ見てです。乗車定員が5名、就寝定員が大人2名と子供2名、全長 5.2m、幅が 2.0m、高さが 2.8m です。米車両がカムロード G パッケージ経由で走ります。お値段が1078万円です。はい、1000万超え、1000万超え、高級ですね。ではなんか入っていきましょう。ここちょうどね2段になってますね、ステップが。はい、お邪魔します。高いですねやっぱりね、キャブコンだから高いですね、しっかり高さがあります。はい、はい、奥がですねやっぱりダブルベッドになってました。こんな感じでウッドスプリングになっているので、かなりね寝心地もいいと思います。でこれもね上げられるようになってますね、わかるかな、よいしょ、こういう風になってて、ごめんなさい、こっちじゃなかった、ここをほっと、そう
するとここがしっかり上がって、うん、荷室がね高く使えるようになります。背の高い荷物も入れられるようになってますね。そう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 、はい。で簡単に戻ります。でこれねしかもふかふかしててね寝心地がしっかりしてていいんですよ。で奥にちゃんとね家庭用のエアコンがついていますので、かなり快適にこの中が過ごせるようになってます。そしてダダン、シンク、そしてこちらが調理台で、冷蔵庫結構大きいですね。横に大きい感じがする。でちゃんと冷凍のところもあります。嬉しいな。で下に電子レンジと、ここに、あ、そうですね、ちょっとした小物入れ、上下に小物入れがついてますね。はい、引き出し式の小物入れがついています。で、あ、ここに換気扇がありましたね。なのでここでなんか調理した時にもちゃんと吸い込んでくれて、ライトが2つあるので下もとても明るいです。でダクトがあるのかな。でですね、ここに真ん中にねダクト通っていて、左右に物入れになっていて、こちらも収納のスペースになっています。ちょっとちっちゃめだった、思ったより、うん、はい。でもね一応薄いものとかお皿とか入れるのはいいかもしれない。はい、で反対側行きます。でれん、はい、シャワールームになってまして、はい、防水になってますね。トイレ置けばトイレルームとしても使えると。しかもなんかあそこ FFL ヒーターの出口あります。あ、本当だ。なんかあったかく過ごせるんだ ね過ごせるんですね。乾燥もしてくれそう、嬉しい、うん、あ、それ嬉しいな。はい、はい、とても座り心地のいいマットです。しっかりしてます。でテーブルがあって、みんなでしっかり囲めるようになっていて、こちらにも収納がね、大きめのものが2つついています。で今こちらファンが回っていますが、換気ができるようになっていて、4箇所ライトがある上にこちらの、なんだっけ、はい、こちらにも間接照明がついているので、とてもね明るく過ごせます。でバンクベッドを下ろしてみましょう、はい、それただ下ろすだけだ ね簡単に展開できます。お、なんか止まってる、ストッパーついてるね。そうですよね、ストッパーがありますよね。こうか、はい、ストッパーこれちょっとだけ押してあげて、はい、そうすると入るようになって、で簡単に下げるだけでバンクベッドが出てきます、はい、いいですね、結構広めのバンクベッドが、うん、簡単に展開できます。でこれそれこそだけですごい指一本でいけちゃうぐらいの軽やかさです。寄せ見てもすごくいいです、はい、メルメルランド。次こちらのキャブコを見ていきます。イグアスです。ファンルーチェさんのイグアス、こちらバンクベッドがねすごい大きいのが特徴かもしれないです ね、うん、ね、これもカムロードベースのキャブコーンですね。はい、カムロードもすごく運転しやすくていい車両ですよね。はい、でこちらに外部充電、取り忘れのないところにちゃんとついています。で広い窓、ここがリビングルームになっていますね。でこちら今空いているので分かるんですが、2階建て2段ベッドです、はい、2段ベッドになっています。でラダー下ろしてくると上に登れるような構造になっています。だいぶ疲れてますねおかしいな、まだ始まったばっかりなの。照明も出てこない、2段ベッドも出てこないやばいですよね今日。これ後ろはあれですね、ちょうど向こう側とこっち側と2箇所からのアクセスができるようになってますね、はい、でこちら拝見していきましょう。イグアスタイプ W ですねこれ、はい、イグアスタイプ W です。乗車定員が7名、就寝定員が6名、全長 4.9m、幅が 2m、高さが 2.8m です。別車両がカムロード G パッケージ経由で走ります。お値段928万円です。入ってすぐのところをこんな風に、ね、開けられるようになっていて、下駄箱になっていました。でこちらヒーターのね、コントローラーもついています。あとこちらは電気かな、はい。
で入るとやっぱり背が結構高いですね。で中があの濃いめの色なのでかなり重厚感があります、うん、シックな感じね。シックですね。確かにここも広い、はい、広い収納が、広くて長い収納が左右に2個ついていて、窓もしっかり長くなっています。なんかやっぱりちょっと重厚感が全体的にある印象ですね。ここのダイニングがすごい広いね。広いですよね。しかもここにあのエクストラがあるので、さらになんかカップホルダーがある分広く感じますね。で、はい、私の後ろの方ですね、こちらが外から見てた2段ベッドなんですが、ちょっとね足の方狭くなってます。頭の方が広くて足の方が狭いようなデザインになってます。多分このマルチルームのあれ設計のためだと思いますね。はい、こちら防水のマルチルームになっていて、うん、外からのアクセスができるようになっています。シンプルなマルチルームです。はい、でこちら手前側が上から行きます。ここもね結構広めの深めの収納になっています。でここにねライトがあるので下も明るく作業できるんですが、コンロが2つついてて嬉しい。でこちらにシンクもあります。でこれ大きめの冷蔵庫ですね。はい、ちゃんとね冷凍もできるような冷蔵庫がついています。でスイッチ関係がこちらに集約されてますね。であとこちらに 100V の電源も取れるようになっていて、 FF ヒーターもこちらで、操作するようになっていますね。でこの下があれかな、タンクかな。はい、タンクですね。多分ね20リッターぐらい入りそうな大きめのタンクが2個今入っております。で、はい、ここね座れるようになっていて、ちょうどねこうキッチンでなんかしながらおしゃべりするのにもいいような場所です。でここに電子レンジありましたね。結構ね暗いからあの一体型に見えてましたが、電子レンジもあって便利です。でこちらが家庭用のエアコンもついています。白熊くんです。で私前の方にやってまいりました。でこちらのねシートもすごい座り心地もいいですし、しかも長いんですよ。でウォークスルーもすごいしやすい。ここのねバンクベッドの部分ぐっと前に出ていますので、ここねウォークスルーもしやすくなっています。開放感がねすごいありますね。ありますね。ここであとこのライトがねすごい重厚感があっておしゃれですね。でこちらも、なんだっけ、換気扇がついてるんですけども、ここもねわざわざ、はい、きちんと囲ってあってすごく素敵です。でこちらのバンクベッドを簡単に引くことができます。ディレン、はい、ここまでしっかり引くことができるので、かなりね今また奥にやっちゃってあるのでちょっと見えづらいかもしれないんですけど、大人3人がしっかり寝れるようなスペースが出てきました。よいしょ。でね窓が両サイドにありますので、朝ね朝日を見たり、そして夜は外の星空を見たりできるようになってます。で今ここにカーテンレールありますので、ちゃんとね自分のプライベート空間のようにして寝ることもできます。はい、ファンルーチさんこれで全部、はい、ファンルーチさんこれで全部です。ファンルーチさんだけでもどれがいいか迷うね。迷いますね、かなり迷いますね。なかなか選べないです。ファンルーチさんでした。はい、ありがとうございました。